救命救急センター英文名称とは、救急指定病院の内急性心筋梗塞、脳卒中、心肺停止、多発外傷、重症頭部外傷など、二次救急で対応できない、複数診療科領域の重篤な患者に対し高度な医療技術を提供する三次救急医療機関である。人口100万人あたり、最低1カ所、それ以下の県では、各県1カ所を設置されている。 2021年2月21日現在、全国266カ所。救命救急センターは、厚生労働大臣が定めるものであり、厚生労働省が認可し、都道府県が運営、もしくは、医療機関の開設者に要請をして設置するものであり、心筋梗塞や脳卒中、頭部損傷等、重篤な患者に対する救急医療を行うことが目的とされている。 このため、脳神経外科や循環器科などの医師を配置し、高度の救命医療の実施に必要な医療従事者、医療機器及び救との専用病床を有しておくことなどが必要とされている。救命救急センターの要件さらに、救命救急センターのうち、特に高度な診療機能を有し、広範囲熱症や四肢切断、急性中毒等の特殊疾病患者を受け入れる施設は、 高度救命救急センターに指定される。また、小児科救急患者を受け入れる施設のうち、小児専用の集中治療室を6床以上を有し、重篤な小児救急患者に対して24時間、診療が可能な機能を有するものは、小児救命救急センターに指定される。従来、救命救急センターは、概ね30床の専用病床が必要であったが、 平成15年度より病床数が10床程度の施設や小規模で既存のセンターを保管する施設も認定が可能となり、これらの施設は新型救命救急センター、または地域救命救急センターと呼ばれている。救命救急センター設置のきっかけとなったのが、1967年8月に大阪大学医学部附属病院が設置した特殊救急部である。 特殊救急部は救急医療を行う診療部門ではあったが外傷外科とも呼ばれ、恐怖部外傷や後半囲熱症といった重症の外科系救急医療を手術、入院も含め診療を自己完結して実施していた。この特殊救急部も2000年に救命救急センターに改祖されて翌年には高度救命救急センターの認可を受けている。なお、日本で 初めて救命救急センターの認可を受けたのは、1977年1月に認可の日本医科大学附属病院である。太とは、高度救命救急センターを表す北海道の救命救急センター、静岡県の救命救急センター、九州地方の救命救急センター、南西諸島の救命救急センター。ありがとうございます。